SBS マイホームセンター、すっとん静岡昔話。この番組は SBS マイホームセンターの提供でお送りします。できてからうちにはとってもお客さんが増えた。金曜日にはパパの会社の人たちが来て、土曜日にはママのお稽古ごとのお友達が来た。今夜はお兄さんの仲間が集まって焼肉パーティーだって。次は私のお誕生会かな。あら、またお客様だ。それぞれの家にそれぞれの物語、 SBS マイホームセンターです。すっとん静岡昔話の時間がやってまいりました。案内役の営業校です。さて、今日は三島市に伝わります神のうなぎというお話です。それではどうぞ。徳川秀忠が江戸幕府の二大将軍になってすぐのことです。秀忠は京都に登る途中、三島に宿泊しました。将軍の泊まる旅館には重臣の酒井歌の神忠世、土井大井の頭年桂も一緒でした。その夜、将軍秀忠の希望で重臣たちの家来も一緒に高森となりました。これには訳がありました。秀忠は将軍に着くと途端に下々の者たちの声が届かなくなったので、このような機会に直になるべく多くの者たちの声を聞きたかったのです。酒が入ると家臣たちはよもやま話で盛り上がりました。その中で一里塚の話が出ました。一里塚は慶長9年に五街道に設置するよう指示が出され、大久保長安が指揮に当たりました。そして一里塚には主にえのきが植えられました。家臣たちがしているよもやま話の中の一里塚の話は、このえのきについての世間の噂話でした。今えのきに妖怪が出るというような話が出たが、一体どのような妖怪なのだ、酒井。は、何でも月夜の晩に馬の首がえのきから下がり出て脅かすというのですが、これを下がりと呼ぶようですな。もっとも鈴鹿峠を越えた向こうの話ですが。下がり、うん。またなんでえのきに馬の首なのだ。さあ、一里塚は大久保長安が奉行しておるのだったな。は、大久保長安殿は大殿から直々に指名されたようですな。ではえのきもあの者が選択したということか。いえ、大殿がええ木を植えよと仰せだったとか、それを大久保殿はえのきと聞いたというのですな。栄気をえのきにか。まあ、この話はどうも作り話のようですが、ただ大久保殿にはえのきを選んだ理由があったようです。選んだ理由？はい、何でもえのきには玉虫という緑に光る虫がつき、この玉虫の放つ光が悪霊を寄せつけないというのです。したがって大久保殿の狙いはえのきにつく玉虫で五街道に悪霊が入ってこないようにという信仰からと聞き及びます。なるほど。ならばなおさら下がりという妖怪はわからぬ。確かに下がりという妖怪とえのきの関係は何なのか理解に苦しむところでした。
この三島ではうなぎを食べないそうです。何でも三島明神のお使いだというのです。うなぎが。うん、そのことは聞いておる。だがなぜに三島明神の使いがうなぎなのだ。酒井なら知っておろうか。いいえ、確かな根拠があるというわけではないのですが、三島明神の神池にはたくさんのうなぎが生息しております。この神池のうなぎがあって尊いうなぎということになったんだと思いますが。なるほど。ところが三島明神様のうなぎを焼いて食べてしまった者がおるのです。なんと。でどうした。その者が申すには、神のうなぎだなどと申して、地元の者は誰も食べないようだが、我は将軍のお供、将軍のお供に罰など当てるものかと言って食べたというのです。どうです、なんという信仰の強いものではありませぬか。この酒井の話に、そこにいた者たちは皆称賛してやまぬというように杯を交わし合いました。ですが秀忠はすくっと立ち上がると、同席していた家臣たちをにらみつけたのです。酒井、今の話もう一度申してみよう。酒井歌の神はうろたえました。まさか今の話が将軍の歓喜に触れるとは思いもしなかったからです。その者は誰の家中。はあ、本田正純殿の家中の者と聞きまする。すぐ本田正純を呼べ。秀忠の行列の一番前を行く本田正純は馬を飼ってすっ飛んできました。酒井から聞いたが、そちの家来に三島明神の神のうなぎを食べた者がおるそうだが、それはまことか。本田正純は自分は聞いていない、早速確かめてから戻ると言ってかけて行きました。本田正純は戻ってくると、先ほどの神のうなぎを食べた者はやはり自分の家中の者と将軍秀忠の前にひれ伏して申し上げたそうです。よいか、即刻その者を貼り付けにし、その傍らに理由を明記して三島宿の広小路に晒すのじゃ。よいか、その理由とは進化の分際で将軍の威服を借りて三島明神の威徳を軽んずる者、これに成敗するなりとな。よいか、これは小さなことではあるが極めて大きなことに関係しておる。いい加減にしておいてはこの国を束ねる祭り事はできなくなる。徳川家康の三男である秀忠は、家康の後継者として果たしてどうだろうかと家臣の中でも疑問視されておりました。秀忠を後継者に推したのは一人だったといいます。関ヶ原の戦には遅延し、やっぱりダメかと徳川家の家臣たちはため息をついたといいますが、この初段で皆納得しました。やはり家康公の目に狂いはなかったということになったのです。時代は下がり、江戸幕府が崩壊しようという時でした。ピーヒャラどんどんと官軍が江戸へ進軍してゆきます。おっとおっと、泣きがおっと、おお、捕まえ捕まえてのせんかい、おお、捕まえて、かば焼きにしてくるわ。官軍を名乗る薩摩の兵たちは三島明神の神池のうなぎを取ってかば焼きにして食べてしまったのです。こ
これには三島宿の人々は仰天しました。官軍を名乗る薩摩の兵たちは天皇の意を借り三島明神の威徳を汚したのです。しかしこの時将軍徳川秀忠のように兵をいさめ処断する者はおりませんでした。三島宿の人々はこのような者どもは戦好きできっと庶民を不幸にするばかりだろうと噂したのです。結局新たな政府に反対するかのごとく薩摩兵は西郷隆盛を立てて放棄したのですが新政府の軍に成敗されました。これが西南の駅です。この時の戦費はその頃の国家予算の8割を使ったそうです。それで随分庶民は税を取られて苦しむことになったのです。それではすっとんおしまい。今日の神のうなぎいかがだったでしょうか。三島大社の境内には富士山の水が湧出する神池がありますが、この神池に潜むうなぎは三島明神、まあ、つまり現在は三島大社と言いますが、この神様のお使いだと言い伝えてきたわけですね。明治に施行された神仏分離令以前には三島大社の境内に国蔵菩薩を祀る寺院が併設されていたようですが、この国蔵菩薩の眷属うなぎを放すことで罪を軽減する、まあ、これを法上絵というわけですが、その法上絵で放たれたうなぎが境内の神池に、まあ、生息していたということであります。ですからそのうなぎを取って食べるということは三島の人々はまずありえなかったんですね。それを官軍の兵士たちが取って食べたという、まあ、話なわけですが、歴史的な事実かどうかはそれは分かりません。ただこのことをきっかけに三島宿の人々もうなぎのかば焼きを食べるようになったといいますが、いかがだったでしょう。それでは皆さん、また来週、さようなら。今日初めてマックと散歩に行った。引っ越しはちょっと寂しかったけど、今度の家では犬も飼えるからやっぱり嬉しい。近くの公園に行ったら同じように犬を連れて散歩に来ている女の子に会った。マックは早速その子の犬と仲良くなった。僕はあんまり話せなかったけど、なあマック、明日もあの子に会えるかな。それぞれの家にそれぞれの物語、 SBS マイホームセンターです。今の出演は将軍徳川秀忠、清忠蔵、堺歌の神忠代、加納仁、ナレーション鈴木大地、以上 SBS ラジオ放送劇団、そして音楽杉本蓮太郎、対話脚色八木陽子でした。この番組は SBS マイホームセンターの提供でお送りしました。